おはようございます。五郎でございます。4月27日水曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝の一言は子供の気持ち。では解説文読んでいきたいと思います。子供の気持ち。幼児は端かよりもっと恐れや怒り、憎しみや冷淡に感染しやすい。自分が好かれているか嫌われているかということに子供は植物と同様に反応する。一家の感情の中で自分の占めている立場をよく悟る。親の精神状態は直に子供に反応する。特に親の怒りは子供に大きな衝撃を与えます。はい、ということなんですけども、そうですね、今まさに上海は封鎖生活が続いている中で、まあ世界的にもね、コロナであったりとか戦争であったりとか、まあ精神状態的にはまあ平穏でない感じの日々が続いておりますけども、まあ精神状態は直に子供に反応するっていうね一文がありましたけども、これ子供に限らず、まあ、全てに反応してしまう、まあ、特にだから身近な人に出てしまう、まあ、ましてや力がない、まあ、これだと親がいて子供みたいなパターンになってますけども、弱い方の方の方が移りやすくなってしまうような現象かなと思ってまして、特にまあ SNS であったりとか、まあ、ニュースサイトを見てもですね、それこそ不安になる要素しかないですよね。なんかね、まあ、コロナもいつまで続くんだっていうぐらいね、毎日出てますし、戦争は始まっちゃっていつ終わるのか分かんないですし、まあ、日本に関してはね、まあ、円安も起こってるんでこれからどうなっていくんだみたいな不安要素満載すぎて楽しくなるニュースを探す方がね、難しいですけども、そうだ、これ話してて思い出しましたけども、20年前ぐらいですかね、15年前ぐらいか、なんかブログが出始めた当時に、まあ、暗いニュースばっかり見てるの嫌だなと思って、世の中の明るいニュースだけを集めた楽しくなるニュースサイトみたいなやつをブログでシコシコ作ってたことを思い出しましたけども、そういうの必要かななんて今ちょっと思いました。そう。なんで、話を戻すとですね、怒りの感情であったりとか、まあイライラの感情っていうのは移ってしまうんで、まあ個人的にはその上海の封鎖生活が始まった瞬間になるべくそういうニュースサイトを見ない。自分は発信してますけども、人の発信でネガティブなやつはなるべく見ないようにするっていうのを心がけてたりとかね、しますね。まあこれいいか悪いか置いといて、まあそれ見ることによって、まあ自分が見ることによってやっぱ不安になっちゃうし、まあなんかイライラ映るな。なんかこの人の発言いつもなんかトゲあるな、みたいなのが映りそうで嫌だなと思ってるんで、なるべく触れないように今していて、まあ動画もお笑い系を見ることが今すげえ増えてる。封鎖生活だと一人でいる方も多いと思うんで、結構話さないっていうね。まあこの番組も朝一やってるんですけど、声を出して話すっていうのは結構前向きになれる要素をでもあるんで、そういうのも含めてやり始めてるんですけど、なるべくそのマイナスネガティブなことを排除してるというね。まあそうすることによっては今以上に変に不安にならないっていうんですかね。なので、そう何が言いたいかというと、まあやってみるといいかなっていうのは、まあ不安なことはあるんで、まあそこを完全にシャットダウンってするのは逆に良くない部分もあると思うんで、まあ今不安な状態が起こっているのは受け入れる前提でですけども、最低限の現実の状況以外の煽るような不安要素を煽るようなことは見ない。やっぱ一番おすすめなのは朝、まあ始まる、一日が始まる時間に、まあ寝ぼけながらやるっていうのもね、おすすめなんですけども、もういいことが、いいこと妄想するっていうね、まあ何分でもいいと思います。お子さんいたらね、お子さんが起きると、まあいろいろガヤガヤ、賑やかになってくると思うんで、まあ本当朝の数分でもいいと思いますけども、朝楽しいことを無理やり妄想してみるっていうね、それやるだけでも、多少なりとも一日のスタートを楽しいベクトルで始められる気がするんでですね、まあこうした不安な毎日、イライラすることが発信することが多くなっている世の中なんで、朝の数分、そういったことに時間を使ってみるのが、いいんじゃないかなと、と思ってる五郎でございます。ということで、というか、噛み噛み。というわけで、今日も頑張ってまいりましょう。